ミカエルシアには、フランス共和国イルドフランス地域圏、クリシースイコールボア出身のサッカー選手。ポジションはディフェンダー。グアドループにルーツを持つ。地元パリのラシンクラブドフランスのユースで育ち、2003年に、ベルギーのシャルルロアで、トップチームデビュー。オセールとの親善試合中に、監督のギールーの目に留まり、オセールへ移籍した。しかし足の付け根を負傷し、結局オセールでは、 出場機会を得ることがなかった。2005から06シーズンにレンタル移籍したリーグズのスダンでレギュラーを獲得し39試合に出場すると、翌2006から07シーズンはこのシーズン昇を隠したロリアンにレンタル移籍しリーグアンデビューを飾る。視野にはこのシーズン、レギュラーとして35試合に出場し、ロリアンの残留に貢献。シーズン終了後には3年契約で、 ロリアンに完全移籍した。2007から08、2008から09シーズンも主力としてロリアンを2シーズン連続で10位に躍進させた。2009年7月28日、移籍金400万ユーロで前年ドリーム、アンハ社のボルドーへ移籍初めて臨んだチャンピオンズリーグでは9月15日のユベントス戦で初出場を果たすと続くマッカビハイファ戦では 決勝点を挙げた。さらに続くバイエルン・ミュンヘン戦では、オーンゴールで、先制点を献上してしまったものの、自ら同点ゴールを挙げて、勝利に貢献。ボルドンが、競合揃いとなったグループ A を主位通過した、原動力となった。2010年2月23日の決勝トーナメント1回戦、ファースト、レグのオリンピアコス戦では、決勝点を挙げ、アウェーでの勝利に貢献した。 2012年8月27日、イタリアのラツィオへの移籍が決定した。2010年2月26日、スペインとの親善試合に向けてのフランス代表メンバーに初選出され、3月3日に同試合にフル出場し、代表初出場を記録した。ゴールドットコムラツィオ、アに獲得を発表。チュラムのように、2012年8月28日へ閲覧。 ありがとうございます。